クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。山川さと子と申します。今日は無理だと思ったのに、私が体験した逆転劇というテーマで、私の体験談をお話ししたいと思います。今年の2月のことです。私たちの教会では、毎年夏と冬に、長野県白馬のホテルでクリスチャンキャンプを行っています。 今年も主人と共に参加した時のことです。私たちは夏は車で行きますが、冬は電車を使います。今年は家の都合も考えて、大宮駅から北陸新幹線を使い、途中で乗り換え、ホテルの最寄り駅まで、在来線というルートにしました。家からはかなり余裕を持って出発したはずでした。 まず家から新宿駅までは予定より少し早めに着き大宮駅へ行く電車に乗り換えようとホームで待っていました。と突然風が強くなり突風が吹き荒れ出しました。線路の上にはゴミや空き缶が飛ばされてきました。電車も予定時刻をかなり過ぎても来る気,は気配はありません。時計を見ながら待っていると アナウンスがあり、強風により電車が速度を落として運行しているとのことでした。かなり待ってようやく電車が来て乗り込みましたが、もう新幹線の出発ギリギリの時間になっていました。そこからまたかなり速度を落としてゆっくりゆっくりと電車が進んでいきます。新幹線の時間は刻々と近づいています。でもどう考えてもこのままの状況が続くと、 時間的に絶対に新幹線に乗るのは不可能だというところまで追い詰められました。気持ちは焦るばかりです。日本の新幹線は時間が正確だと世界でも有名だと聞いたことがあります。新幹線は何本も通っているので、訳を話せば自由席だとチケットの振り替えはできます。しかし乗り換えるはずの在来線は1日に何本しか動いてはおらず。 乗るはずの電車を逃すとかなり待つばかりか、ホテルに着いてからしなければならない仕事や予定ができなくなります。私たちはまずこの状況を感謝して祈りましょう。その後ゆっくりこれからどうしたらよいか考えようと、パニック状態になった状況の中で祈り出しました。聖書の中には全てのことについて感謝しなさいと書かれているからです。私たちは聖書の言葉を信じています。 すべてのことについて感謝しなさいと書いてあるので良いことも悪いこともです主人と一つ一つ今までの経緯とこれからの状況を感謝していきました感謝し終わり顔を上げた途端信じられないことが起きたのです急にトンネルから抜けてたように強風が収まり青空がま,べなまばしくま,まばゆく目に入ってきました そして電車が急に速度を上げて走り出したのです。びっくりしました。しかし時間的にはどう考えてもギリギリか間に合わない状況でした。そして大宮に着いた時時間を見るとちょうど新幹線の出発時間になっていました。乗り換え時間を考えると当然無理。これからどうしようかという状況でした。 しかし私たちは背中を何かわからないけれども強い力で押されたような気がして諦めずにとにかく行ってみようということで重い荷物を持って新幹線のホームまで駆け出しました階段を駆け上がり新幹線のホームまで走りましたホームの下り階段を駆け降りた時びっくりしましたそこにはまだ北陸新幹線が出発せずにいたのです 私たちは急いで新幹線に駆け込みました。駆け込んですぐに新幹線はスタートしました。なんとすべて予定通りの時間に間に合ったのです。まさに無理だと思ったのに、私が体験した逆転劇でした。後から車内アナウンスがあり、北陸新幹線は満席。 東北新幹線が強風の影響で遅れていたので出発時間調整が行われていたのでした。私たちは諦めなくてよかったと思いました。また新幹線ホームへの重い荷物を持っての移動も普通では考えられないくらい体力が必要です。すべて神様が助けてくださったのだと思い感謝しました。今日は私の体験談を聞いてくださりありがとうございました。 Продолжение